ただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、八重ヶ島です。イエーイ。ゆあとさっきはね、2回目やね。はい、イエーイ。はい、それではね、盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい、ここで、メンバー紹介したいと思います。はい、小学6年生イエロー担当、お笑いガールのみんなです。よろしくお願いします。みんな。はい、小学6年生ピンク担当、キラキラガールのさきです。よろしくお願いします。さき。はい、中学1年生グリーン担当、スパテルエルフィーリーダーのゆあです。よろしくお願いします。ゆあ。ゆあが一番かわいいよ。ありがとう。はい、でね、もう一人パープル担当、バイリンガールのアイナっていう子がいるんですけど、今日は来れなくなってね、その分アイナの分も頑張っていきましょう。イエイイエイ。それでは2曲続けて聴いてください。エルネコ先生の朝かり。Oh,
これって前から読むとスパイコール温泉、後ろから読むと OITA イコール大分、温泉県大分の意味になって PR の名前になっているんです。はい、そしてエルフィーの意味は大分弁で可愛らしいよ、A らしい、妖精を英語でシルフィーと言います。この2つを組み合わせました。可愛らしい妖精という意味になってスパティアエルフィーという意味になりました。皆さん覚えて帰ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとね、ここでラストなんと1曲になってしまいました。まだまだ盛り上がりますか？イエーイ、もっともっと声出しますか？イエーイ。それではラスト1曲聴いてください。最高かよ。
物販があります。来てね、待ってます。